今日ゲスト、真ん中にいるゲストちゃん、はい、いらっしゃいまして、カナダに移住するうちのアルバイトちゃん、はい、めぐみと申します。よろしくお願いします。よろしくね。今日のお米はこちら、定芸の霹靂。前回はこちらのね、なんか固形燃料の美味しく炊ける農家選手権を開催いたしましたが、今日はなんと100均で売っているメスティン、ソロキャンプとかね、そう使われるような産業水産みたいな固形燃料を使ってまた炊いてみて、前回炊いたこれと比べてどのくらい美味しく炊けるのかをちょっと検証していくとともに、カナダに移住をされるので、それまでのいろいろなお話をお伺いしようかなと。はい、では、こちらも同じ100均ですね、折りたたみ式ミニコンロが売っているそうなんですが、こちらを組み立ててメスティンの下に置いて、この中に固形燃料を入れますよという感じなんですけど、結構ちゃんとしてるんですね。意外とちゃんとしっかり金属だけど、楽々折り曲げることができる四つ角をこうすれば、あ、すごい組み立てられました。で、この間と同じく 25g の固形燃料ですね。そうです。で、こちらも実は同じくダイソーさんに 25g×3 個が入ったやつが100円で売ってるので、これは500円なんですけど、1000円以下で飯が炊けると素晴らしいことですね。では、おこんさんの EC サイトのおすすめお米、今月は晴天の霹靂とふふふです。あと銀河のしずくでございますね。こちらは青森県産。青森県産です。はい、こちらふうふうは、その名の通り富山県産。そうです。はい。そして銀河のしずくは岩手県産でございます。白くつややか、軽やかな食感だそうです。銀河のしずくは。で、ふうふうふはしっかりとした旨味と甘み、粘りとキレ、上品な甘さが晴天の霹靂ということで、本日は晴天の霹靂を入っていきます。はい。はい、早速いきましょう。はい、今日多めにちょっと180ぐらい、じゃあ火つけていくね。火をつけまして、こうかな。いいんじゃない。いいですね、意外と安定してます。結構普通に安定してる。100円だからと侮れないこの土台くん、ちゃんとだって下もね慣れてるし、火の心配も大丈夫そうな感じ。100均って最近ほんとすごいね。すごいですね。はい、ということで、めぐみさんにカナダ移住について。前アメリカだったっけ。あ、そうです、この間まではアメリカにいました。アメリカはどのくらいいたんですか。アメリカは6ヶ月です。本当は6ヶ月、はい、それこそ4年ぐらいいる予定だったんですけど、ちょっとプランを変えてカナダに行くっていうことで今回帰ってきました。アメリカのどこに。あ、アメリカのシアトルにいました。あ、シアトルにいたんだ。シアトルです。なるほど。もう夜はじゃあ出歩かない。出歩けないんですけど、まあ、結構学校付近とか寮の子たちといる時は結構夜中歩いたりするんですけど、結構そこでも殺人事件があるようなことがあったりするんで、割と危ない。銃声とか聞こえちゃうんだ。聞こえました。あ、聞こえたんだ。ちょっとアメリカを感じながら、はい、おお、ミスティンが吹いたブクブクするもんなんだって。これが始まりますが、そのまま火が消えるまで放置しますから、ね、はい、放置です。皆さんは何かを置いてください。何か石ころも。キャンプの際は石ころも置いてください。そうです。こっちもそろそろ。はい、置いてきましたね。結構火が強いのもあって、引き出しが、ね、いい感じに降ってきた。それまで理学療法士っていうリハビリする仕事をしてて、で整形外科で働いてたんですけど、まあ、そのちょっとお師匠さんとか、ちょっとアメリカで働きたいっていうのがずっとあって、その資格を取りに。アメリカだとですね、理学療法士っていう資格がアメリカだとフィジカルセラピストっていう名前なんですけど、アメリカだと2段階あって、フィジカルセラピスト、ドクターとアシスタントに分かれて、ドクターだとお医者さんと同じようなレベルの、まあ、社会地位みたいなものがあるんですけど、アシスタントはいわゆる患者さんの何が悪いかは見れないんですけど、ドクターのフィジカルセラピストに、この人はここが悪いからこの治療してねって言われたら治療ができるっていうレベルなんですよ。ドクターに私今からなろうとするとですね、6年間ぐらいかかって、お金ももう1000万以上プラスアルファかかっちゃうので、もうそんなお金はないということですね。あの、治療ができる最低限の資格というか、フ
フィジカルセラピストのアシスタントを取りに、うんうんうん、カレッジに行ってたんですけど、はい、友達がカナダに俺行くよって話になって、まあ、カナダのことを調べるとですね、日本から私の理学療法士の資格がカナダに移行できるっていう話があって、移行できてまだしてないんですけど、うん、移行するプロセスっていうのと、うんうんうん、ワーキングホリデーができる最後の1年なので、先にカナダに行ってちょっとコネクションを作って資格を移行してっていうことで、うん、まあ、時間とお金が無駄じゃないっていう。お師匠さんはオレゴン州に行っていて、会いに行ったらですね、俺まもなく引退するんだよって言って、なんか一緒に働いてくれるっていう約束だったよねみたいな、来年の6月でもう引退するよみたいな、奥さんと一緒にすごい長い国道66号線ですね、あのアメリカの、一緒にずっとトレーラー引いて2人で旅するんだみたいな、これおかしいなと思いながら、あ、そうなんだって言って、よかったねって話して、ちょっとアメリカに残る理由も、勉強しに行くのは別にアメリカからカナダ近いんでいつも来れるんで、アメリカに固執する理由がなくなったなっていうところで、そうでカナダに行こうと思ってるんですね。アメリカのご飯は美味しい、ご飯は大味です。そう、向こうで私のバッグ持ってたんで、牛丼とか作ってあげても、なんか味薄いねって言われて、スリラッチャソースっていうなんかちょっと辛いようなソースをバーってかけられて、うん、これで美味しいみたいな感じなんで、そうなんだ、すごい、あの外国人がお寿司でも醤油すごいつける意味がすごい分かります。あ、なるほど、なるほど、味が合わすぎて食えないね、火消えてる、タオルかけるのは何か意味ある、熱が逃げないように、なるほど、じゃあ大丈夫、すごい美味しそうです。美味しそうでアリンス。粒が立っております。晴天の霹靂ができました。1個目、はい、ではいただきます。釜飯バージョン、釜飯バーいただきます。釜飯バーすごい、粒が一つ一つしっかりしてますね。広島なチリ麺、美味しそう、ちょっとかけたら美味しいんじゃない、うん、美味しそうなチリ麺、うん、今日買ってきたばっかりだから美味しいじゃん、めちゃめちゃ美味しいです。広島なチリ麺、うん、うん、美味しい、この味をでも覚えておいてくださいね、お二人とも。あ、そうですね、うん、メスティも開けてみますよ。あ、なんかめっちゃ美味しそうよね、美味しそうよね、クオリティすごく高いな、これ美味しいな、うん、美味しい、美味しい、ね、うん、甘みがしっかり出てる、うん、うん、うん、メスティン全然素晴らしいね、うん、すごいおこげもいい香りです。あ、釜もいいけど、ソロキャンプとかって考えた時にはこっちの方が道具もちっちゃくて少ないし、うん、コンパクトだし、固形、うん、燃料でいけるってなったら、これ550円ですからね、全然平気だね。はい、今回お米は晴天の霹靂を 450g 約3合です。はい、はい、それにトウモロコシを 380g、 380g、うん、今剥いてきた。お、ありがとうございます。トウモロコシの炊き込みご飯を今から炊いていきますよ。わー、トウモロコシがいっぱいだ、美味しそうだ。バターを適量、はい、難しいですね、一番さん適量が。え、でも最後にどうせあの味付けてないから醤油をかけて仕上がりはそれでいいかなと思って、なるほど、なるほど。お水を450 380g のトウモロコシバター適量、水とバターを適量と3合分のお米、それにタイマーつけて炊いていくね。だからさ、その汁をさ、なんか猫まんまみたいにしてさ、めっちゃいい匂いする、うん、すごいね、向こうの方でね、サウナのあれみたい、熱波さんです。トウモロコシタンが、あー、おー、美味しそう、めっちゃいい匂いする、美味しそうだよ、めっちゃ美味しそう、はい、頭良くなりそうですね。おこげも出てこいらっしゃい、いやだ、油分が多いと焦げやすくなるね。あ、そうなんだ、逆に、そこだけあの温度が上がりやすくなるから焦げもいい。あ、そうなんだ、はい、香りがすごい、マジで良かったです。うん、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、うん、めちゃめちゃ美味しいです。トウモロコシご飯、うん、バターめっちゃいい感じ、うん、バター言ってよかったです。出汁効いてるんですね、やっぱね、あの芯から出汁が出るらしい、うん、すごい、美味しい、めっちゃ甘い、トウモロコシの匂いと甘みが染み込んで、うん、めちゃめちゃ美味しい。ソルト胡椒、ソルト胡椒、めっちゃいい、塩入れたら味締まるんじゃない、うん、めっちゃいい、胡椒を効いてるとまたうまそう、うん、締まるね、全然変わるね、味変が楽しめる。あとはどんな味変がおすすめですか。やっぱりとろけるチーズみたいなのか、それコチュジャン系でちょっと韓国風に
いいかもね。お茶漬け、あ、お茶漬けね、いいね。ほうじ茶？うん、野菜から取ったお出汁かもみたいな。あと、ね、トマトケチャップとかもいけんじゃない？うん、美味しいかもね。なるほど、ケチャップ合うもんね。何でも合うもんね、ケチャップって。ケチャップ好きなだけじゃない完食しました。おいしかった。いただきました。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。それぞれでね、その味変も楽しめるし、お醤油ね、お醤油してもいいし、お湯バターしてもいいし、結構でもバターがつり入れても甘さ増し増しで美味しいかもしれない、ね。5月のライブ、今のところもこれで終わりになっちゃうと思うんですけど、予定組めないんで、皆さん申し訳ないですけど、僕もそろそろまた餅つきたくなってきたんで、餅つきます。おお、楽しみだ。ハニーピーナッツのお餅と、乾燥エビをいっぱいいただいたんで、乾燥エビを使ったエビ餅、ちょっと限定っぽい 甘めのやつ。まだちょっとですね、カナダのメープルシロップ余ってるんですけど、あ、同じものを調達できるっていう。あー、なるほど、じゃあ今度は、ね、輸出して輸出今日食べた晴天の霹靂、リンゴの雫、ふふふですね。そうですね、今月ね、5月の、トレンドおすすめ商品で、EC サイトの方もだいぶ増えてきたんで、あとはあの米談義の方頑張って進めていきますので、ぜひあの出版社の皆さんに知り合いがいたら紹介してくださいね。ミスティンでね、うん、あのちゃんと炊けることも証明できましたので、家計燃料で ね。なので皆さんもぜひ見ていただいてね、いろいろなね、ミスティンをね、試していただきながら、まあ、でも100均の550円でもかなり高クオリティで炊けましたので、ぜひソロキャンプなどね、またお会いできればと思いますので、ぜひぜひいろいろチェックお願いします。ありがとうございました。